4月27日火曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩事のオッケージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩事ですおはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です,す日本放送,本放送飯田浩事のオッケージーアップこの後8時まで生放送です えー、朝方空気ひんやりですがまあこれから上がってくると有楽町日本層屋上の温度計10.2度ということになってります、はいえー、東京都心はですね今日の予想最高気温20度ということで、うん、この後もいきなりぐぐんと上がっていきますので調整しやすい服装が良さそうですよねそうだよね、うん、これ平年このぐらいって感じなのかねそうですね平年並みの気温ですねああ、あまゴールデンウィークに向かっていってですね非常にこう気候もいいしね え外に出たくなるけれども今年まあご時世的に外に出れないといろいろ世の中というか生活の環境が変わったあるいはいやいや飯田さんそんな変わってないですよとまあ例えばあの電車の混み具合とか変わってないよねっていうふうに思いながら昨日も帰ったんですけど1個あの私の生活の中でこれ変わったなと思ったのがですねあのー お腹が気になるんで,で、ね、定期的に運動しなければいけないということで、はい、あの,ジムのプールににたまに行くんですよ昨日思い立って行ったらですねであの泳ぎ終わってシャワーも浴びて出てくるところで、えー、ピッっていうふうにあのチェックアウトをしたら、うん、あい田さん、明日からここ閉めますんでって言われて <laughs> えーって言うんですね。 急遽明日から閉めるぞと。そうそうそう、今日からですね。うん、今日から、え五、ー、月の十一日。えー、緊急事態宣言がとりあえず、ね、えー、今のところ、お終了となるところまで、ええー、閉めますと。あの。 急遽緊急事態宣言そのものが、まあ、あの先週の金曜日に、まあ、正式に決まってでそれがあ日曜日から施行になったとで日曜、施行されて月曜日、まあ、あの平日がやってきてです、ね、でこう右に左にみんなこうどうなるかなと思って見ていたら百貨店を閉まるしいろいろ月曜になって閉まる決定をするところが増えているぞみたいなところで,です、ねまあ、空気を読み合うようにして、えー、ジムも閉まると。でい っったなと思って、まあ、そうは言ってもね、はい、あのここのジムだけなのかなと思って、うん、例えば近所の別のジムを調べたりとかですねあるいはあのこう。 ケチですから、まあ、やっぱりあの安くプールに行けると言ったらやっぱり公営のプールだろうと、はい、どこどこ区営とかですね、えー、そういう,こうプールをあのこの会社の近所をですねちょっとあの大手町の先行ったところの神田寄りに一個千代田区立スポーツセンターっていうのがあってここはですねえ、えー、600円でプール2時間までやれるみたいな、えー、えのがあるんでここといいななんていろいろ調べてたらどこもしまって んだよね、あいやなん当プールというプールがしまっててプールそんなクラスター発生してねええだろうというね。 思いなながらももどこも閉まっってて小山行たなとあ<ー>であの私なんかまだねちょっとあのチャポチャポ泳ぐだけなんであれなんですけどあの今朝方送ってくれたタクシーの運転手さんがですねあの結構いい体してるんですよ<う>で朝黒く焼けててですね<ー>新庄さんの目が変わりましたけど <laughs> であのなんかスポーツやってるんですかって聞いたらいや実は私トライアスロンやってまして、ね、トライアスロンですか、えー、と。 いやで,参ってんですよと、うん、あのトライアスロンでやっぱ仲間と、ね、あのこうジムのプールで泳ぐとかあとトライアスロンの場合はほらスイムって言っても海泳ぐじゃないですかです、ね、だかだら実際に海に行ってその波の中で練習をしますよみたいな企画があったりするんだけどいやそういうのが軒並みキャンセルになっちゃってるんですよと。と で、あのその方は横浜でやるトライアスロンの大会に出る予定だそうなんですけど、はい来月ありますね。来月なんだ。横浜トライアスロンあの毎年行われていて、新規をアナウンサーよく取材に行ってるよね。そうです。パラトライアスロンもあるもんね。そうなんです、そうなんです。いやだからさ、これあいつだっけ？えっとですね、五月十五日、十六日で多分一般の部は十六日になると思うんですけど、そうするとさ、あと一ヶ月切っててこっから追い込みっていうところなのにさ、一切こう泳げないんでこれどうしたらいいか。 っていうラ、まあ、乱とすあのバイクはできるんですけどねみたいな話をしてたんだけど、うんまあ、そうだよね,そうですね一般のこう、ねえー、人たちにもこういろんな影響がじわじわというか広がっていってるなというのを、ね、如実に感じました、えー、とりあえず前回の,あの去年のこの時期の緊急事態宣言で,です、ね、<laughs> あの時もプールは閉まってたんですが、はい、あの時だけで、ね、俺多分7、7 8キロ太ってるんだよ。 だからこ今回はなんとかしなきゃいけないよねっていうねい<や>とりあえずまず放送終わった後にあのにサンドイッチを息き食いするの本当やめたほうがいいですよ、うん、昨日唖然としましたもん <laughs> だってお腹そんじゃない,いやわかりますけどもちょっとバランスとか量とか <laughs> 考えたほうがいいですよ、はい、本当に。<laughs> ちょっといろんな人のアドバイスを聞きながら。あとちょっとプール閉まると多分飯田さん困るのがあのヒゲを剃る場所ですよね。うるせえな。いつもプールでヒゲ剃ってますよね、<laughs> うるせえな。<laughs> 細かいとこまで見てんじゃねえ。家で剃ってきましょうよ。もちろんですよ。これからは。<laughs> なんで俺こんな生活指導を受けてったの <laughs> でも本当、生活を改めなければいけないと改めて思いました。はい、<laughs> 共に頑張っていきましょう。 あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向ジアップはリスターのあなたコメンテーター私だしんぎアナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですぜひメールツイッターでご参加ください 今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんですこの後6時半過ぎからご登場いただきますまずはですね中国政府が尖閣の地形図を作成したというニュースを解説していただきます、えー、そして次第取り上げるニュースですがまずは新型コロナ東京都の小池都知事が、えー、東京から他の県、まあ、周りの県の外出に苦言を呈すというニュースそれから国政選挙先週末三、えー、つの 補欠選挙とそれから再選挙が行われましたが、えー、与党全敗となりました謙虚に受け止めると菅総理がコメントを出しています、えー、それからロシアがアメリカを非友好国に指定をしたというニュース、えー、そして、えー、キーワードのゾーンでは参議院の憲法審査会実に3年2か月ぶりに開かれるそうです、えー、そして、えー、スクープアップのゾーン7時40分過ぎこのゾーンでは、えー、自由民主党参議院議員外交部会長も務められている佐藤正久さん 家、えー、の隊長とお電話をつなぎまして、まあ、あこの日本を取り巻く安全保障環境、まあ、世界の軍事費がまた最高額を更新したというニュースなども入ってきておりますのでその辺りも含めて、えー、解説をいただこうと思っております。 ここが気になるです、えー、スタジオに長官隠し入ってまいりました、えー、今日は隠、ね、し、えー、バラバラという感じであります朝日新聞はコロナの国内の死者が1万人を突破したぞと、えー、いうことを一面トップに上げております、えー、今年に入ってから6500人の方が亡くなっていると、えー、内訳を見ると60代以上の方が95%と。 いうことがあ一面のおトップの見出しとおなっているということであります、えー、それから読売新聞はあ日本とオーストラリアインドお脱炭素供給網ということで、えー、資源や技術保管へと サプライチェーンの再構築というところの記事が一面トップ経済産業大臣梶山さんがオンラインで今日、会合を行ってそして共同声明を出すということが出てきております、まあ、あの中国を当然念頭に置きながらということですけれどもこの環境面というところも連携の一つの柱になっていくということであります。 えー、それから毎日新聞は学校の死亡事故詳細調査が1割しか1割未満であるというようなこと、まあこれは毎日新聞の独自の調査というところ、まあ文科省の調査が出てきているというところです。えー、それから産経新聞はイギリスの空母クイーンエリザベスが初めて日本に飛行へとこいうことを書いております、えー。共同訓練も検討していると、まあ安全保障だとか経済だとかいろんな面でですね、この、えー、中国に対してと。 こういうところが出てきておりますでその中気になる記事なんですけれどもあの経済面などであんまり大きくは取り上げられてないんですけれども昨日の夕方ですね、えー、政府の経済財政諮問会議が開かれておりますでその中であの、えー、財政健全化というものについても議論があったとまああのねプライマリーバランスなんて言葉が使われて久しいんですけれどもまああの交際費国際費等々まあ まあ、除いて、まあ、借金というかね、まあ、国の債務の、まあ、利息だとかそういう借り換えの費用だとかっていうのを除いて基本的に入ってきたお金と出ていくお金をバランスさせましょうねと、えー、いう目標であります、まああのこれについてね、えー、昨日も本田哲郎さんが詳しく解説をしてくれましたけれども政府だけで、えー、このおバランスをお過度に、えー、気にしたとしても経済というのは政府だけで回ってるもんじゃないでしょうと民間、えー、企業もあるしそして 家計もあるし、さ、ま、ら、あ、に海外との収支というものもあるというところで、えー、誰かが支出をすることが誰かの所得につながるということを考えると誰かが赤字にならなければ誰かが黒字になっていかないとただ赤字になったからといってすぐに倒産するものでもないし銀行から例えばお金を借りる形で、えー、新たに設備投資をするとかそういうことで経済というのは回っていくものなんですよと。だだかから、あのー、政府のの支出ととと収入ババラランンススけをを取るということはかえって えー、急激にこれをやろうとすると経済をしぼませてしまうと、えー、いうことにもつながるんだというお話がありましたけれども、えー、ここへ来てですね経済財政諮問会議の中でもこの財政健全化というもののペーパーなども出てきております。で菅総理大臣ははこの内閣では 経済あっての財政という考え方で成長志向の政策を進めるとともに財政健全化の旗を下ろさずこれまでの改革努力を続けていくというふうに述べているとでこの財政健全化というものの厄介なところはです、ね、今のところの目標が2025年までに健全化を目指すと今21年も半ばぐらいに来ておりますということを考えるとです、ねまあ、あと3年ないし4年でこの黒字化を目指すんだというところなんですが昨日出てきた ペーパーパの中にはですね、えー、このじゃあ基礎的財政収支が今どのぐらいの赤字黒字があるのかなっていうのを見ますと、えー、21年度は、えー、40兆円。 7.2%赤字なんですというのがですね、えー、でかでかとペーパーで出てきておりますて、まあ、コロナの関連で補正予算があるとかあるいは税収も減っている等々の問題によって、まあ、当初計画から相当こう乖離してきていると、えー、いうことが、えー、出ておりましてでそこから先はですね、えー、まだ何も出てきてないんですけれどもこれだけ赤字が増えているんだから何らかの形でこれを是正しなければいけません。そのためには増税がという ようなことがですね濃厚に出てきそうな感じの、えー、議論に なりそうだと、まあ、あの総理、経済あっての財政というところで釘を刺してますから、まあ、今すぐにということではないんでしょうけれどもないと信じたいんですけれども、まあ、これ別の要因もあってですねあの先ほどのこの日米豪雨の話が読売新聞一面で出てましたけれども今後ですねこの CO2 の削減云々という話が、えー、取り沙汰されてくるとですね炭素税というものが また税金の税目として出てくるとだからひょっとすると外圧というか世界各国のこの流れからしてあのここの部分で税金を作らなきゃならない可能性が出てきているとでその時にですね、まあ、そこで経済が下押しされる可能性があるんだればよりどこかで減税をしないとただ単に日本は景気が悪くなってしまうということにもなりかねないと。でえーこれ 影響を受ける家計やあるいは消費国内の消費に対して最も低いのはやはり消費税を減税するべきところなんだろうと、えー、いうところ上げられるものは下げられるだろうと、まあ、ここもですね合わせて議論するんであれば、えー、その、ねえー、議論というものもいいんだろうと思うんですけれどもところがですねこの えー、経済財政諮問会議では、えー、それとプラスして、えー、社会保障の先行きの不安みたいなところをです、ね、書いていて社会保障の財源といえば消費税なんですよとここで社会保障をしっかりとさせることによって皆さんの将来の不安を和らげそして経済が浮揚していくんですみたいな謎ロジックをです、ねえー、堂々とこう使おうとすると。いやあの手元で、えー、まず税金上げらられたら 生活が苦しくなって、えー、将来に対して希望って得られますかっていうのは私は本当に。 本当に疑問なんですけどね合わせて消費化の議論少子化の議論もしてるんですけれどもいや、税金上がって景気悪くなったらそれは少子化になるだろうよというそんなこともわからんのかということも思うんですけれども、まあ、あの頭のいい人の頭の中というのは別のロジックが大々的に展開されているんだなということも非常に、えー、思うところでありますしまた問題なのはですねここから骨太の方針というのが出てそこが来年度予算につながっていくとまさにですね、えー、今この時期に議論していくこと。 っていうのはよーく見とかないといけないなというふうに思うわけであります。ここは気になるでした。この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます。今朝はジャーナリスト有本香里さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。さあ、まずこの時間取り上げていきますのは中国政府が。 えー、尖閣の地形図を作成してきたと、うんえー、いうこと、まあ、それをですねウェブサイト上で昨日公表したということなんですが資源管理に重要だというふうに向こうとしては主張しているということなんですけれども、ね、うこういったことをやってなんか世界中にアピールしようとしてるんですからどんどん向こうはその、まあ、サラミスライスとよく言われる、ね、やり方で。はい えー、自分たちがここを実行支配してるんだということを何かこのね渓、えー、流の流れであったりとかまで書き込んでいるとまあこれ正しいのかどうかちょっとわかりませんけれどもただ、あのーまあ、もう一つちょっとで、ね、私気になるなという動きがあるのは。はい あのー、今年の2月の1日ですかね、あの海、ー、警法といわれる、はい、でよく日本のメディアでは、その海警、えー、の、まあ、行動をいろいろ規定した法律だと言ってるんですけど、はい、まあ実際にはそんな名前優しいもんじゃなくって、えーえー、中国が、まあ、自分たちがいろいろ影響力を及ぼせるう管轄、うう区域だと言ってしまえば、はい まあそこでは何でもできるというね様法みたいななもんなんですよねでこれができたというだけでもいろいろ問題だなと言われてたんですけれども、はい、もう一つねその、うん、海上交通安全法の改正作業を進めてると。海上交通安全法、はい、でこれはね、うん、要するにその、まあ、中国側がですね、はい、まあこれは脅威であるというふうに認識すれば。うんはい まあ外国の船に対して出ていけということをまあ命じることができるとかですねそういうものなんですよね、うん、で、まあ、向こうの、ね、言ってることをそのまま受ければ、はい、尖閣諸島は自分たちの領土だって言ってるわけですから、うん、その周りは領海ってことになるわけなんですよ。堂々とと日本の船に出て行けと、うん いうことを言うということですよね。実際ね、あの、うん、中国海警の船が日本の漁船を追いかけ回したりだとかえ、うん、もうそういうことはずっとやってますよね。それ以上の踏み込みさえもできるようになる。そうですね。だから結局ね、まああのもちろん中国のやってることは確かに無茶苦茶なんですけれども、うん、向こうは一応法律って といいううもものを使おうとしてきてきるわけけじゃなでですすか、はい、国内法ですけれどもね当然ただ彼らはその主張してきてるように例えばこの島はうち自分たちのもんなんだと言ってねでこういうその、はい、画像なんかを世界に向かって公開するということをやってうでそうした法律をどんどんまあ整備してくるということになると。 まあ日本側としてはどん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 劣勢に追い込まれていくってことですよね。はい、うん結局ね、えー、あのことを荒らだってとはいけないから、えー、なんかあの公務員をね、うんえー、例えばこの いろんなあの貴重な生物などもいるから、はい、その調査に行ったらどうだとかいろんなアイデアが出てもそういう,こう自重をしていたら何が起こったかというと法律を作ってきてうこういう地形図まで作ってこられたということきなり、ね、その武力を持って、まあ、侵略行為に及ぶとか、はい、も,うものすごい勢いで威嚇してくるという話 ではなくて、まあ、それももちろんある程度やってるんだろうけれどもその現場ではね、はい、でもそうじゃなくって向こうは一応その法律線の建前を取ってるわけですよねこれに対して日本側が何もほとんどしてきてないでよく言われてるその海上保安庁法改正ね、はい、例えば海上保安庁の、まあ、今現在の海上保安庁の位置づけっていうのは まあ単に会場をパトロールするということで何かあってもそこでそのまあ自衛権をね発動するようなことできない、うん、そういうものをどうすするんだってことこですねうー、えー、メールやツイッターさまざまいただいておりますがこの緊急事態宣言でというところで切り落としバームクーヘンさん文京区の方。 あちこちこ閉まってますよねと今日は誕生日なんで近所の百貨店で開催されていた北海道物産展で美味しいものを買ってきて食べようと思ってたらこちらも中止がっかりですえ去年の誕生日も緊急事態宣言下で同じく中止になってたんで今年こそはと思ってたんですけれどもねとえいただきました。それからですねあのー オープニングで私も通ってるジムが突如閉まったという話をしたんですが、うん、川崎のまきちゃんさんそうなんです、私もいつも通ってるジムが突然26日休業とお知らせがありました予告なく突然 LINE でってひどくないですか<ー>と結構、対応が今回も、ね、今回またでも急でしたからね。 そうなんですよねだから、その事務側が急だっていうよりもね緊急事態宣言自体が急でしたからね。ねいやそしてプロ野球も無観客でということになっえわれわれ、巨人もそして、タイガースもですね非常にこう今つばぜり合いでいいところにこの間、東京ドームは一勝2敗でしたけれどもはいだから、これね、普段だったらもうゴールデンウィークでって。盛り上がってね。 なんかこう東西でね、うん、バチバチにやるっていう、うん、いいタイミングだったのに本当ですよねただやっぱりあれですね、はい、どう考えても納得いかないでしょいろいろ、うん、ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩司の OK! 浩二イヤップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています 1>, 1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにこの春からリニューアルして株式市場の動きについてやコージーアップコメンテーターの対談コーナーなどをお送りします土曜日もぜひチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」海外でお聴きのあなたそして関東以外の地域でお聴きのあなたからの参加もお待ちしています ででは最初のニュースこちらです東京都の小池知事が東京から他県への外出に苦言を呈す新型コロナウイルスの緊急事態宣言の対象になっていない周辺県の商業施設に東京都内から人が流れている状況について東京都の小池知事は昨日え都県境は越えないでほしいと伝えているしっかり守ってほしいと苦言を呈しました。 えー、緊急事態宣言は25日の日曜日からということでしたが、うん、その日曜日はね、はいえー、結構、川崎だとか、はい、埼玉あたりと、うん、人が増えたんだみたいなことは今日のの、ね、<laughs> 新聞にもやたらと出てますがあ、あのー、都心もね、はい、比較的人いましたよ天気良かったですね天気も良かったですし、ねうん、あの銀座あたりもまあまあ人出てましたね。えーうん ただですねやっぱりこれどうです、はい、その飯田さんもねあの新居さんもそうだと思うんですけど、はい、だってエビデンスないっていうふうに言っちゃってるわけでしょうなから外にも出るなとかって言われてもね、ええええ、それはどうなのよというのがみんなの気持ちだと思いますし <laughs> で確かにその変異株が入ってきているということで、はい、まあこれはまた新たに、ね、ちょっと脅威だとあのインドの状況を見れば大変なことになってますから、ねえー、感染力がものすごく強いんだろうと思うんですが海外渡航歴とか全然ない人から出てるっていうんですよね、はい、だけど私もこれずっと言い続けてるんだけれども、うん、やっぱり水際ですよ水際と、ね、やっぱりその入ってきた方たち今はもうほとんどその帰国者が主ですけれどもね。うん 隔離を徹底してないわけでしょううんそれ広がりますよねだから東京でもう,うん大阪でももう7,8割方が要するに感染経路は全然分かってないんですよね、はいうん、だから外から入ってくるものを完全には防げないまでも、はいはい それをね全くその追えないっていう状況になるのはやはり隔離を徹底しないからでですねでまああのここでね言うとちょっと本当は良くないのかもしれないけれども変異株イギリスの変異株ってあったじゃないですか。はい あれ日本に持ち込んだのはねロイター通信の記者さんだったでしょ要するに日本に入ってきてから普通に活動してたわけですよね、うん、ホームパーティーなんかに出たりして、えー、14日間隔離とかっていうのは全く守られていなかったということですよね。うんだから そういうことが普通に起きてるわけだから、いくらでも広がりますよねワクチンがね、えーえー、どこまでというところう、ね、こうなってくるとワクチンですよね。まあ、イスラエルなどはもう57、7%ですか、6割近くまでなってきて、はい、そろそろ集団免疫も見えてくるというところまで来ていて、えー、感染者の数も相当こう、そう抑制がですね、でもマスクなしで、ね、活動しているということでしょ、う外に出て。はい だからまああとはワクチンに希望をつなぐしかないでしょうけれどもワクチンもねここに来てまたその大会場での集団接種っていうことを言い始めましたけど、はいえー、もともとその予定だったはずなんですよねうんこれなんかねん本当あの開業医の方からもメールいただいてるんですが、はいはい、この方は鹿児島からいただきました<う>えー 当方の自治体は各医療機関での個別接種のみでほぼ丸投げという状況自治体の仕事が増えるだろう集団接種は最初から検討もしてもいませんとえこれあの本音としては基本は集団接種でワクチンの接種漏れの方を対象に個別接種というのがまあ理想だろうと思うんですけれどもねというふうにいただいております。 あの地域によっても随分事情は違うと思うんですね、だけど今回の,そのワクチンって、うん、特にそのファイザーのです、ねはい、ワクチンなんか、えーえー、もう非常にその低い温度は、マイナス70度でしたっけ、はい、で、えー、保管しないといけない、えー、で、溶かしたら、もうあの一定の時間のうちに使い切らないとダメっていうことですよね、うんはい、だからそれぞれのクリニックでっていうこと自体がそもそも、ものすごいロスの出るやり方なわけだから。 まあ、あの聞くところによるとファイザー側もともと集団接種が前提で話を進めていたのに、はい、それを崩しちゃった人たちがいるわけですよね。でなんかこのままだと全体がぐだぐだになりそうだっていうことで、ええ、もう一回元に戻すという話でしょ。なんでそんなこう非常時だったら非常時らしい対応をしないんだろうっていうのがもう一回 関してわかんないですね。うん,うん、何かこう目的に対して最短距離で行けないっていうのが続いている感じがしますよ。 それでこう政府の側もね、はい、なんか本当、ウイルスに対してどう対応するかどう戦うかじゃなくってなんかちょっとメディアから言われるとそれに対してこううろたえてしまうみたいなねところがありすぎて何を目指しているのか結局誰ににもわからななないいみたいな感じになってますよねで最終的には気の緩みですよ、皆さんが悪いんですみたいなそれかいっていうねあとやっぱり電気消さとかねわけわかんないでしょ。う えまずは東京都の小池知事他県への外出苦言を呈すというニュースを取り上げましたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです菅総理国政選挙全敗を謙虚に受け止めると述べる国民の皆さんの審判を謙虚に受け止めさらに分析をした上で ただすべき点はまあ、しっかり正していきたいこのように思いますお聞きいただきましたのは昨日総理官邸で記者団に話す菅総理大臣の発言です日曜日に行われた衆参 3, 3つの選挙で与党が全敗したことについて菅総理はいろんな指摘を受けている自民党総裁として重く受け止めたいとも述べました 参議院の広島選挙区再選挙、それから長野補欠選挙、そして衆議院北海道に行く補欠選挙ということです。そうですね。まああの広島と北海道は不祥事ですからね、自民党の議員のですね、議事職ですもんね。でまあ長野に関してはええまあ亡くなった方がいてその身内があまた当選されたっていうことですからね。はい。あの私別に決してこれ軽く見るわけじゃないけれども、まあ 割合にある意味当然の結果だったと思いますよね畑雄一郎さんが亡くなってそして畑次郎さん実の弟さんが立ったとだからそれぞれの候補がねまあ良かったか悪かったかっていうのはちょっと別に置いてこの構図だったら自民党が勝てる余地がそもそもあんまりないですよね。で特にねやっぱり注目すべきは広島でもう言われてきましたけれどもやはり岸田さんがですね もうずっと地元に張り付いてご自分の選挙のようにやっていたけれどもまあ負けてしまったということでちょっと岸田さんの影響力はまあ弱まっていくんじゃないかだから総裁候補ということでですねまあ今年の総裁選も出るよということで少し前に手を挙げてらっしゃいましたけれどもちょっとやっぱり難しいんじゃないかという状況ですよね。 ただね,ねやっぱりこの広島の、ね、選挙結果っていうのはさっき言ってることとちょっと矛盾するようなんですけどね、うん、要するにえここも要するに賠償、まあ、事,事件があってのことだから、はい、自民党勝つっていうのは至難の業だなと最初から予想されてました。はい、だけどこれ結構重いことになっていくと思うんですよ。はい、というのはねあのここに公明党の斎藤哲夫さんが、はい 次出るるっってて言わけででしょそうすね広島3区はい広島でもともと斉藤哲夫さんは中止国の比例の候補ですよねそうですねだけど次の選挙では自分が出るよと言ってるつまり自民党はここを失うってことになるんですよもしそうなってくるとねだからそれででいいいのととううこしょ広島って本当にねそれこそ岸田さんが一生懸命なったように宏池会のええ まあ、半分ぐらい多分半分以上宏池会の人たちですよね。ねはい、選手国会議員のもうほぼ、ね、大多数が,が。ということですよね。このね事件のあった河合夫妻はそこでは違うわけなんですけれどもね、はい、だからそういったその自民党王国<ー>それから宏池会っていうあたりが崩れていくだけではなくて<ー>公明党が入ってくるってことですよねその選挙区にね。 これでいいいのかなと思いますね<ー>自民党は本当にここでねそのこの選挙の結果とか誰がどうということよりも、はい、やっぱりその連立の枠組みも含めて<ー>こういう形でずっと選挙をやっていくっていうのがいいのかどうかっていうのは本当に立ち止まって考えていただきたいと思いますね。あのー、今いろんな政策のを進めようとする中では、はい、やっぱり公明党と要するに反りが合わない。 それによって、ことがちょっとこう中断してしまったりということあるわけですよね。でそれがしかも、ね、その日本の安全保障やなんかにも直結する話題問題だったりするわけですから。はい いいのかなということをもう一回、本当、そこを振り返っていただきたいなと思これね、選挙区ごとの分析などもあって、不祥事もあったで、今回、公明党が立つという、広島3区の中での得票の出方を見ると、野党候補に負けていた、全体としてかなり厳しい選挙だったというのは、ただ野党がも実は全部勝てるというふうには思ってなかったていう、そういう話もあるんですよね。 共闘がうまくいってないところも一部にはあった<う>ということもられてすありましたからね。えー、だから逆にまあ野党としてはやっぱり共闘しなきゃいけないんだっていうことで。うん まあ立憲民主と共産の連携というのはさらに強まっていくでしょう。だからこれ、一方ではね、はい、立憲もそれでいいんですかってことになりますよ。あまあ、国民民主党などがね、その辺にまについていけないようなね、そ、はい、と,ということでとあれまあ離れたわけでしょ、だから野党共闘って言ってね、みんなで一緒になるってことは、どっちにしろ難しいとは思うんですけれども、でもその野党第一党である立憲と、それから共産党がこれ、より強く結びついていく。はい でそちら側の局を作る、うん、そしてまあ自民党はあ公明党との依存関係を強めていくということになると、はい、むしろなんか私たちとしては選択肢が逆になくなるみたいな感じはこれ、次は、ね、衆議院選挙、うん、これ、任期が10月ですから、これまでに必ずある。はい はい。政権選択の選挙になるわけですよねこれはね,、うんまあ、ね政権選択までになるほど立憲民主は支持率を持ってないですけどもねこれあの解散話みたいなのもね、まあ、今年上がりいろいろ言われますけれども、はい、どうなんですかね空き解散かみたいなことが今日の紙面では出てます,す、ね、なんか本当はもっと早くっていう話もあったようですけれどもね、はい、内輪からも、ええ、でもやっぱりそんなに早くはやれないんですねきっとねうん。う だから秋でしょうねオリンピック後ということになるんでしょうかね。ただそこまでね政局ってその今のまま止まってただただオリンピックやるだけの話じゃないですからねどうなっていくんでしょうね、それから世界中でもいろんな動きが加速してるから本当にこのまま選挙に向かっていけるかどうかっていうのはわからないですよねまあ日本を取り巻く周りの情勢というものも。 さあでは続いて世界の動きこちらですロシアがアメリカを非友好国に指定ロシアのプーチン大統領は敵対的な行動をとる非友好国のリストを作成するよう関係機関に命じました外務省のザハロワ情報局長は国営テレビ番組でリストにアメリカが含まれていることを明らかにしました リストに入った国は大使館の活動や職員の数などで制限を受けます。アメリカ側がロシア外交官の追放というのをやってきています,で、うん、ですねというところなんでしょうか。でもその一方で6月にはね米ロ首脳会談が予定されていると予定されているというか調整中っていうことなんでしょうけれども具体的な日程までね、うん、ただこのアメリカがですねロシアの外交官をまあ追放するという今日に出たのは。はい 偽情報の拡散でしょだから去年の,その選挙の時に偽情報拡散したというようなことが問題とされてるわけですけれども、はい、これはそうするとねそ,の、うん、それからそのアメリカの政府機関あ,あるいはその大きな企業の、えー、システムコンピューターシステムがあのサイバー攻撃されたと、はい、これだけロシアだけなんですかね。お ね、聞くところによると大統領選挙の時に相当なその偽情報の拡散特に選挙後も随分あったとされるのは中国系という情報もありますよねだから中国に対してはやらないのかなバイデン政権は。うん,うん,なんかロシアとの,その対立だけがね,ね、はい、どんどんこう、まあ、表面上というところもあるけれど、うん、エスカレートさせていくと中国との対立構図っていうのがちょっと。 お、相対的にうんあのちょっと見えなくなっていきますよね。うん、確かにまあ中国に対してこう、うん、どう出るのかっていうのがそうそうね、うん、まあ台湾との関係を強化するように、えー、見せつつも環境問題では握るのかというのはね。だからその。 結構ね、まあ、日本のいわゆるプロみたいな方たちが、はい、あのブリンケンさんなんかの、まあ、人権問題での強気な、ね、発言などを見ていてアメリカ別に政権変わったって変わらないんですよなんていう楽観的なことをおっしゃるけれども、うん、私は結構悲観的なところまあってですねケリーさんが特使として、はい、もう早速上海に行って。 でその後も動きを活発にしてますよね、えー、でやっぱり中国をその同じテーブルにつかせるんだと、はい、いうことでやっているこれは要するに元に戻るって話じゃないですかそのトランプ以前に戻るみたいなところありますよね。はい それと今回のこの、まあ、ロシアとのやり合いも、えーえー、いやいや、それもっと中国の方がひどくなかったですかという感じがするんですよね。そこはどうするんでしょうねというところですねまあこれね、ね二正面はできないと,いうかないと思いますね。そ、はい、そうですよねそすよねそれとやはり、ね、あの まあ、今、イギリスの軍艦もインド太平洋地域に、はい、来てますね。すねうん、それは、まあ、日本としては、ある意味、心強いけれども。でも、一方でね、はい、ロシアはウクライナに手を出してるでしょそうですね。だから、ヨーロッパは、やっぱりそっち向くっていうところになりますよね。うんうん、だから、その今の二正面という話でいくと、うんうん、アメリカだって、そちらにも力を裂かれるということになるから。えー あのトランプ政権の最後のように本当にアジアに注力していくぞという感じからはまたちょっと変わってきてますよね、極右ね。そこはもう引っ張ってこないといけないという、えー、日本としてはね,ね。それでその6時代に行っていた中国の、ま、尖閣、界隈での変化があるから、はいえー、日本はこのままででいいんでしょうかうう続いて、教えてニュースキーワードです。参議院憲法審査会 参議院憲法審査会は昨日、幹事懇談会を開き今後の審議日程について与野党で協議しましたその結果明日二28日に今国会で初めてとなる参議院憲法審査会を開き各会派による自由討議を行うことで与野党が合意しました実質的な審議の開催は2018年2月以来で3年2か月ぶりとなります ええー、三年二ヶ月ぐらい。年二ヶ月、何してくれてたんでしょうね、本当にと思いますね。ということですね。うん、はい。あのでなんか五月六日にそのまあ採決を目指してるわけですよね。はい、あの,あの国民投票法の改正。衆議院側は、はい。はい、衆議院側ね。ええ もう、これはさっさとやるべきでしょう。ね。だって、今のままじゃ、国民投票できない人たちというのが。出てしまうわけですからね。はい、結局、公職選挙法で変えたものの中身を、この国民投票。法だから、現状に合わせるだけ。そう、それだけのまず改正をするという話なんだけれども。えー、いや、その C. M. 規制も入れろ、何も入れろって言う。 で、はい、ハードルを上げようとしてるわけですね。野党側はねだけど、これはね。やっぱり国民の国民投票をするための環境を整備しないというのは？はい 国民の権利行使を阻害してるみたいなものですからね、非常にけしからんですよ。だけど、まあ、野党がずっとそうやって抵抗してるじゃないですか、はい、だから3年以上も、まあ、参議院の、ね、憲法審査会開かれなかった、えー、衆議院も実際、全然進んでないわけですよいやあ。一定の結論を得るっていうのがね、うん、今国会でのもう与野党合意のはずなのに、はいね、ここへ来ての参ここううで まあそれ以前にね、はい、あのそもそも自民党も、まあ、今回今年いずれにしろ選挙はあるわけですけれどもねええこれ以前というのはもう目いっぱい議席を持ってたわけじゃないですかでもちろん憲法審査会という性格上全、はい、会派がきちんとそのテーブルについてですねえ話をしてそれで進めていくというのは筋ですよだけど何年も何年もこうやって全然物事が先に進まないとするならばね、はい やっぱり多数を持っているということの意味をよく考えていただいてこれは私は憲法審査会を、まあ、その強引だの、なんだのっていう批判は受けるかもしれないけれども、はい、今の日本の情勢、状況を鑑みたらばもっと先へ進めるべきだったと思いますけれどもねうん、うん、自民党の議員だけでも関数持ってるわけですから。はい 開催してその中で実質その審議をすると、ええ、いうことは可能だったわけですね。うん、それをやっぱり、うん、まあ野党もみんな一緒にやらないとみんな一緒にやらないとと言って、はい、それは一見非常に民主的に思えるけれども、ええ、じゃあ私たちが多数をね、うん、自民党に与えた意味は何なんだってことになるんですよ。そこも民意だろうとう。はい、そうなんですね。それが反映されてなくてね。はい。 そしてまあ非常にその議席の少ない野党に言ってみれば過剰な配慮をしてしまって、はい、全く憲法審査会が機能しなかったという数年間ということになるわけですね。うん何なんでしょうね。うん本当にまあ本当ね、うん、この周りの安全保障環境とかも含めて。はいうん えー、憲法9条もどうするべきだという議論もずいぶん前からあったしまた、まあ、あのいろいろこう議論もあるところですけれども、うんまあ、リベラル側からだって改憲論というのはね、うん、あの社会の構造をか変えていくところも含めて、ねはい、いろんなこう意見が出てきたけれども、うん、もう憲法変えないと。うん U.P.P. を触れさせないんだと、うんうん、なんかそこのこうイデオロギー的な対立のみが鮮明化してしまっていて、何にもなってないっていうことねうん、うん。そうなんですよね。で、なかこう、ええ、もう嫌がらせだけをね、延々と見せられてるっていう感じにしかやっぱり受け止められないですよね。うんうん、で、そうこうしてるうちにね、そのまあ安全保障の環境はどんどん悪化するだけではなく、はい、このコロナですよ。ええ、やっぱりコロナだって、ええ、いろんな対策が各国並みに打てないというのは憲法が障害になってる部分ってあると。 うん、いう,ふうに認めてるわけですよね、うん、まあ本当は私はできるんじゃないかというふうに思いますけれどもね、うん、でかねてから言われてたじゃあ例えば緊急事態条項を入れるのかどうかとかね,いいね、はい、それからそのまあ試験の制限ですよね、はい、その辺りをどうするのかっていうのはまさに憲法から議論しなきゃいけないところで、うん、むしろ国会議員になった人たちはそういう大きな仕事がしたくて議員になったんじゃないんですかと、うんうん、その自分たちの議員冥利に尽きる仕事をできる場面があるのに、はい、それを全くやろうともしない ななんんていうのはねね本当に職務怠慢なんですよ、ね、でそれは野党がそういうふうにごねてるというふうに言ってるけれども、うんはい、私はやっぱりこれだけ議席を持ってる、うん、自民党与党の責任というのも大きいと思いますね、うん、前へ進められないという点では。うん、で、まあ衆議院の方がまだ積極的なのは、うん、やっぱり参議院は3分の 2, 2>、うん、与党で議席があるかどうか微妙なところだったと思うんですから、ね ただそれはそうなんですけれども、うんまあ、発議をするのにね、それだけ高いハードルがあるということなんだけれども、うん、ただね、その、まあ、確かに政治はね、あのまあ、政治家、あるいは国会、政府、まあ、こういうものに対して、はいえー、私たちメディアで発信するものが、いろんなチェックをしていかなきゃいけないって面はあるけれど、うん、政治の方の動きがダイナミックになってくれば、そういう世論というのも喚起できていくわけですよね。 えー、今日のキーワード参議院憲法審査会でした続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ世界の軍事費2.6%増加最高額を更新 スウェーデンのストックホルム国際平和研究所は26日2020年の世界の軍事費が前の年と比べて2.6%増加の1兆9810億ドル日本円にしておよそ213兆7700億円だったと発表しました推計値が残る1988年以降の最高額を更新しております まあコロナ禍であっても増えているということが指摘されておりますが、まあこの情勢、まあ特に中国も伸ばしているというところ、この方はどうご覧になっているのか。自由民主党外交部会長で参議院議員の佐藤正久さんと電話がつながっています。佐藤さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あの世界の軍事費発表されましたこの世界を取り巻くあるいは日本を取り巻く環境、佐藤さんどうご覧になってますか。 米中のせめぎ合いと、中国の海洋進出を警戒する東南アジア、この軍事費の伸びというものが、コロナ禍であっても、そこは譲れないということの結果だと思いますうん中国のみならず、こう周りの国々もというところですすかそうですね中国はどんどんやっぱ覇権的膨張主義という観点から、どんどんどん力によって島々とか、はい、あるいは違法挿業をどんどん繰り返すのが、今の、えー、南シナ海、あるいは 西太平洋ですので、はい、それに対応するには東南アジアの国々もある程度、自分で守らないといけないというこの表れだと思います当然、それは日本だって同じ課題を抱えてるわけですよね。ところが日本は、ほぼの10年間、ほぼ横ばいなんですよね。中国はこの10年間で約2.3倍、この30年間だと42倍ですから、そのぐらい向こうが伸びてる中で、なかなか日本の場合は人件費のこともあって、なかなか伸びないという苦しみ。 いうようなこう数字で表れていると思います、うん。スタジオには有本香里さんもいらっしゃいます。おはようございます。あの、まあ、今回のこの数字を見ても、日本はちょっと控えめですよね。1.2%パーセント。かなりですね。そうですね。うん、で、あの、今おっしゃってたように、やはり中国の脅威に対応すべく。例えば、インドなんかも、非常にその海軍を増強していたりして。えー、まあ、全体の額としても伸びているという状況なんですけれども。 あとその日本の周りですと、まあ、今回の,その増加率がどうかというのはちょっと分かりませんが、あの韓国の防衛費というのは、もうほぼ日本と並んできてますよねおそ、うん、らく来年ぐらいには日本を抜くと思います。特に韓国の場合は、えー、あの進歩派といわれる左派政権になると軍事費が伸びるんです、ほぼ逆で、えー、保守派になると抑え気味なんです、うん、これは保守派の場合は、米韓同盟でなんとかやろうと思っえです。 えー、左派になると、うん、米韓同盟よりも自主防衛と、大、はい、韓米軍は我々が頼んでいてもらっているわけではないと、はい、自分たちで頑張るっていうのが基本なので、はい、北朝鮮も喜びますから、えー、という形で自主防衛でこう伸びると、まさにムン・ジェイン政権がこの4年間で相当伸ばしてきているというのが現状です。はい そうするとまあ日本はですね本当にこの状況だと相対的に見れば全くバランスが崩れていっているのに加担しているようにしか見えないんですけれどもまさにそれで今回菅総理が日米首脳会での防衛力を強化するとううに先に明言しましたそのぐらい言わないと、ええ、尖閣人ととっても日米安保五条という適用というのをアメリカがそれを言っておけば日本は オッケーだというのは,これは非常に恥ずかしい話ですので、やはり自分の領土は自分で守るという意思表示を菅総理はされたと思います、うその具体的な動きがまだ見えていないので、はい、まさにこれから次の防衛、外務当局の2プラス2、これ、年内に開催されますから、これまでにどういうまさに S 型、<S はい、<S 日本の役割分担、防衛費というものをどういう形で見せるかというのがカニだと思います。うーん あのちょうど今、そのイギリス海軍もですねインド太平洋に出てきている、それからあの5月にえ九州であの日本、日米とフランスのとのですね共同訓練が行われるというの防衛大臣が発表しましたけれども、はい、このあたりの,そのまあ意味というんでしょうか、特にあのフランス軍が国内のその陸上訓練に参加すると。うん この辺りが私たちはへえというふうには思うんですけれども、この辺りの意味、意義っていうのをちょっと教えていただけないでしょうかやっぱヨーロッパのほうが、中国というものの覇権の的な膨張主義っていうのは、彼らの権益も脅かすというふうに認識し始めたと、うんはい、特にフランスの場合は、えー、海外領土というものをインド太平洋地域に持ってます、例えばレユニオン島とか、ポリネシアとか、ニューカレドニアっ持ってますから、実はフランスはこのインド太平洋地域に、 あの艦艇含めて約7000人の軍人がいるわけですよ、意外と知られていませんけども、でまさにそういう中で、中国のこの動きっていうのは、えー、インド太平洋地域全体のパワーバランスの変更、起訴しているというふうに、う19年6月に策定されたインド太平洋国防戦略の中で明確にこう書かれてるんですよ、このぐらいフランスはやっぱ危機感を持っていて、えー、今回、やっぱり私もずっと共同訓練担当しておりましたけど。えーえー に日本とアメリカとフランス、うん、しかも、それを当初防衛訓練をやるっていうことは、はい、明確な対中メッセージ、これになると思います、うん、これはその佐藤さんがあの現役の自衛官でいらした頃からすると、もう本当に覚醒の感があるっていうところです,かそうです私があの日米共同とか他国間を担当していたときは。はい 自衛隊の,の歩兵部隊、普通科部隊をアメリカに持って行って、はいうん、真剣勝負やるっていうだけでもかなりハレーションがあったぐらいですから、これと比べたらもう全然多国間組むのが今、当たり前だし、ねで、イギリスからは今度は空母打撃員が来る、はいはいね、これもね、はい、やっぱ本当は秋でしょ、うんはい、コロナが収まってたら、ものすごい後方効果になるんですよ。コロナ禍であれば、うん みんな多くの人が見たいと思うんですクリーンエレダです。あ,あ、そうですね。これも後悔できない可能性もありますから。えーえー、これはねコロナ収束次第で多分その官邸広報 PR って言うんですかども、うん、これも限定される可能性がありそうですう。でもそれだけ大きな変化が起きてるっていうことですよね。これやっぱ中国の力がと、うん、いう人権やあるいはその民主に対する挑戦というものも。 まあ海洋進出に加えてやっぱ広まってきて、これはやっぱ欧米含めた世界の共通の価値観というものと相入れないということが背景にあると思いますうん、まあ、そして、日米の首脳会談後の共同声明の中には、台湾という単語も入ってきたと、うん、まあこれ、佐藤さん、台湾有事というものは、これ、日本にとってもほぼこれ日本有事と同じような。 ものなんじゃないかとも思いますがいかがでしょうか台湾って結構広くて離島もいっぱい持ってるんですよ南沙諸島にも東沙諸島あるいは宝庫諸島、麻生諸島とかいっぱいあるので離島の場合は日本有事というよりも重要影響事態とかそういうのことかもしれませんけれども台湾本当有事となると日本有事と一体と考えていいと思いますなぜならばですねの台湾の山脈って東に寄っていてその かレンとか対等とか、そういう重要な箇所を抑えようと思うと、東から攻めないと、取れないんですよ、はい、背後に回らないと。そうなんですよだから、そうすると、与那国島とカレンっていうのは、たった110キロですから、でやっぱり早く取らないと、アメリカは西海岸からやってきますから、はい、演劇戦をやろうと思うと、やはり、えー、北からも東からも。 一挙に取るという作戦が現実的なので、台湾本土有事は日本有事というふうに考えたほうがいいと思いますし、一番目障りなのは嘉手納基地ですから、嘉手納基地を叩くために、実際も甘縮省の砂漠に嘉手納基地を模して、うん、スサイル発射訓練をどんどんやってますから、うん、そうするとカデナ基地を抑えれば 結構制空権も取りやすいということになりますからで、金な基地が危なければ実際那覇にいる航空自衛隊も、はい、なかなかそこに入れないということですからかなりそこはあの台湾有事っていうのは日本有事特に南西諸島防衛とまあ表裏一体と言ってもいいと思います分かりました佐藤さん朝からどうもありがとうございましたありがとうございますまたいろいろ教えていただければと思いますどうもありがとうございましたししま、はい、失礼いたします えー、自由民主党外交部会長で参議院議員佐藤正久さんと電話をつなぎました。以上、ここだけニューススクープアップでした。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。同じく、日本放送アナウンサーの新庄一華です。いつも、飯田浩司のオッケー、浩司アップを聞きいただき、ありがとうございます。ここで、番組から御礼とお願いです。まずは、この浩司。 この4月で丸3年、無事に4年目を迎えることができました。本当にありがとうございます さあここで改めてになりますがこの飯田工事の OK 工事アップについて説明をいたしますはいこの飯田工事の OK 工事アップ2018年の4月にスタートしたラジオ番組でしてラジオ局日本放送で首都圏の1都3県に向けて平日月曜日から金曜日の朝6時から8時までの2時間を生放送でお送りしています周波数は AM1242FM93 ですそししててラジコというサービスもありまして うん、一週間以内でしたら番組を好きな時間に聞き直すことができます。はい。えー、そして今これをお聞きのあなたはポッドキャストや YouTube で、えー、聞いてらっしゃると思いますけれども、うん、このラジオ放送をですねダイジェスト版として編集してお送りしているわけなんですね。えー、こちらも多くの方にご愛聴をいただいています。本当にありがとうございます。ありがとうございます。 そしてお願いというのはここからでございます先ほど申し上げましたラジオ放送の世界では2ヶ月に一度お調べ週間という期間がやってまいります、うん、まあ、まあ、テレビではね毎日行われてますけどもこの番組のいわば本体の部分が幹の部分が生き残るためにはここがすごく大切となるんですはい。 まありあ得に申し上げればですねこの週は特にたくさんの方々に番組をお聞きいただきたいということでございます、まあ具体的な詳細は割愛いたしますが4月の中旬関東一都三県にお住まいの方は日本放送飯田浩二の、OK! 浩二アップをぜひよろししくお願いいたします関東の AM ラジオ局日本放送で平日の朝6時から8時まで放送しています。 コージージラバーの皆様何とぞ何とぞよろしくお願いします。